阪急メンツ東京スタイリストの高倉です。今日は男性3人横並びという、YouTube なんですけれども、ネクタイ売り場の、今旬なブランドアットワンヌッチのネクタイについて紹介したいと思います。本日のゲスト、セブンフォールド社の加賀さんです。どうもこんにちは、加賀と申します。今日はよろしくお願いします。そしてもう一方、阪急メンズ東京のネクタイ売り場アットバンヌッチ大好き津田さんです。津田です、よろしくお願いします。では早速、アットバンヌッチのネクタイの、ご紹介なんですけれども、そもそも加賀さんにお伺いしたいんですが、はい、アットバンヌッチのネクタイっていうのはどんなところが、まあ、特徴になるんでしょう。弊社ですね、フィレンツェで2011年に、創業いたしまして、はい、アットバンヌッチブランドとしては2014年からの展開になるんですけども、オリジナルのデザインと、自社生産をしているっていう、ここが一番、いろいろ同業他ブランドと、相違の部分でございまして、そう一番売りになってますね。やはり自社ですと、メリットとしては自分たちでもこれというデザインが作れたりですとか、要はその自由にその表現がしやすいというところがポイントになるんですかね。それもありますね。やはりお客さんに応じたご対応が非常にやりやすいというところでいうと、かなりのサービス面での向上ということではかなりプライオリティがあると思います。なるほど。あとはこのネクタイの作りに関しては何かこう特徴的なことってありますか？そうですね、うちの場合どうしてもセッテピエゲっていう7通りのね、はい、ネクタイがかなり特にこういうネクタイ、こういう、畳だけの中身の真珠がないネクタイだけを作ってるというイメージもありますし、あと普通に通常のノーマルのネクタイも作ってますので、はい、いろんな意味でうちの特徴としてはかなりの柔らかい、プレスもしていない本当に立体的なネクタイを、昔ながらの技術で、現代に再現しているっていうのが一番分かりやすいと思います。津田さん、うちの売り場では、セッテピエゲどれぐらいあるんですか？もうほとんどセッテピエゲですね。はい、実際じゃあお客様もセッテピエゲという感じでいらっしゃるんですか？そうですね、はい、今シーズンはもうすべてセッテピエゲで揃えましたので、どれを触ってもセッテピエゲ、通常ね、ネクタイっていうとこの中にこう芯が入っていてっていう形が多いんですけれども、これがすごいですよね。こんなに広がりますし、そうですよね、もう1枚のものからこう作り出してるっていうことなんですかね。1枚の生地を全部畳んで縫製するという、はい、昔ながらの、スカーフをこうネクタイにしていくっていう作業が近いですよね。ネクタイもそうなんですけど、なんかスカーフのイメージをした方が分かりやすいですかね。そうですね、もうネクタイっていうイメージがだんだんそのこういうね時代とともに、少しやはり薄れていく中で、アクセサリーとして、トータルの そのアクセントで使えるようなものとして、ご提案していきたいなということで、こういう取り組みをやっております。なるほど。ちなみにこの1本のネクタイを作るのに、今ここにねちょっと生地ご用意いただいたんですけれども、これすごい量じゃないですか。これちょっと広げてみましょう。津田さんちょっとお手伝いいただいて、はい、これですかね。実際は75センチ75センチっていうのを、で作るんですけども、はい、これは少し要件に持ってきたんですけど、実際こういう1枚の切りを裁断してネクタイにしていくっていうのがうちの特徴。なるほど。しかもだからネクタイなので、バイアスに取る、要はこう斜めに切るんですよね。そうです。だからこの柄がこういわゆるレジメンタルの形に出てくるってことですね。はい、これだけたくさんシルク使ってたら、それはいい値段するよなとは思いますよ。そうですね、やはりデザインもオリジナルで毎シーズン提案しているので、コレクションとしてネクタイを毎シーズン提案していくというのはかなり重労働ですが、これは我々の一番いい、モチベーションになりますし、津田さんのようなこういうネクタイ大好きな方に、喜んでもらえるものを作るということで、最終エンドユーザーさんに喜んでいただくというところを考えております。要はいろいろなところでこだわっているというところなので、この後またこだわりを紹介していただきましょう。
まあ、先ほどこの作りのねセッテピエゲについてご説明いただいたんですけれども、実際にこうネクタイを締めていただいた時のこの V ゾーンのこう雰囲気とかってどんな仕上がりになるんでしょうか。いやー、まあ、一言で言うともうかなりソフトですね。あ確かにすごいソフトですよね、はい、芯がないということもありますしね、はい、比較的1日中ネクタイきっちり締めてても、うん、あまりもうストレスがないっていうのが一番大きな特徴ですよね。柔らかいっていうことで、なるほど、きっちり締め込めるですが、うんうん、柔らかい、うんうん、あまりストレスがない、あまりこう首がこうギチギチという感じにならないというところが、うん、まあ、ポイント、はい、なるほど。戸田さんどうですか。そうですね、やっぱり、うん、この独特のふわっとしたこの七つ折りのネクタイですので、なんていう立体感がすごいあって、落ちた時に存在感があるんですよね。そこがすごい好きですね、このネクタイの。今、セッテピエゲという言葉が出てきたんですけれども、セッテピエゲって実際どういう作りになるんですか？はい、非常にいい質問でございまして。はい、まあ、セッテピエゲってイタリア語なんで、うん、基本的に英語にしますとセブンフォールド、はい、日本語で言うと7つ折り、7回畳んでるという意味ですね。はい、通常ですと、まあ、こちらが、まあ、うん、こちら4回、はい、こちら3回、あーなるほど、4たす3で7、要は折っている数のそうです、そうですね、そうです。ああ本当だ、中までしっかり折られてますね。はい、今の単純に本当にもう4たす3っていう感じの表現で、うんうん、まあ、イタリア語で設定で読んでます。ああなるほど、勉強になりますね。ここからは、どんな方々がね、実際売り場でご購入されているのかというのと、あとこの、2022年春夏どんなところをこうポイントにして、品揃えをしているのかというのをちょっと津田さんに聞こうかなと思うんですけれども、はい、どんな方多いですか。そうですね、やっぱり洋服がお好きな方も多いですし、あとやっぱり独特の、まあ、作りと、まあ、柄出し色出ししてますので、うん、やっぱり普通のネクタイに飽きちゃった人はこちらの方をお勧めさせていただいておりますね。あなるほど。比較的例えば柄とかはこんなタイプが多いとかそういったのってありますか。そうですね、やっぱりアットバンナッチの特徴的な柄としてこういったストライプをベースに、うんうん、まあ、ちょっとデザインを施したもの、こういうのなんかすごいおすすめでございますね。確かにあまり他では見ない柄行きですよね。まあ、かなりヴィンテージ感の強い雰囲気を出しているのと、はい、まあ、弊社のデザインもどちらかというとかなり1940年代をベースに、うん、まあ、50年代あたりのスタイルをトレンドにしているので、うん、まあ、それを今のマーケットに落とし込むというところでやってますので、松田さんが今おっしゃられたように確かにこういうお客さんにとっては、まあ、懐かしい雰囲気、うんうん、まあ、なかなか古着屋さんに行ってもないようなデザインが、うん、まあ、今ありますよという意味ではおすすめかもわかんないですね。あなるほど。はい、じゃあここからは22年、春夏の、商品なんですけれども、まあ、アットバンヌッチさんが、まあ、これたくさん集めた中から、まあ、阪急の、まあ、売り場のスタッフが、これだけこう買い付けをするというようなことなんですけれども、津田さん実際に買い付けされてこれポイントだなと思ったのはどれでしょうか。そうですね、まず何本か紹介させていただきます、はい、まずプリントタイからこちらの花柄のプリントタイですね。あプリントすごいですね。こういった、はい、セージグリーンみたいなのにちょっとピンクが差し入れ入っ てすごい華やかな気分になって柔らかい雰囲気でちょっと軽く締めていただける、はい、綺麗なネクタイでございますね。プリントなのでさらにこう柔らかさが伝わってきますよね。はい、それとあとこちらですね、はい、こちらもまあ、グリーンのストライプなんですけど、このストライプのところも面白いです、ね、はい、すごい、まあ、色が凝ってまして、裏から見るとこういった非常に凝った生地になっております。織物の真髄って感じですね、はい、着物の帯みたいですね。ねえ、まあ、色は結構個性的なんですけど面積が低いので割と簡単にこうやって締めて、あ早速、うん、されてますね、はい、グレーに合いますね。すごいかっこいいネクタイですので、
はい、で、あと、コモン柄というか、まあ、ペイズリーなんですけど、こちらでございますね。今日、加賀さんが、はい、色違いのグレーしてます。はい、締めてるネクタイなんですけど、これはもう本当に純粋にかっこいいなと思って、非常にブルーベースに、まあね、こういったちょっとコモンっぽいペイズリーですね。非常に使いやすくておすすめですね。ペイズリー、派手すぎるっていう方もいる中で、はい、これすごいなんか選びやすい、あの、ビジネスで普通にしていただいてもいいような、いい素敵な柄ですよね。そうですね、うん。もう純粋にかっこいいなと思って選びました、これは。なるほど。いいセレクションだと思いますよ。あ、ありがとうございます。そうですか。いつもありがとうございます。ありがとうございます。あと、こうなってくるとね、やはりネクタイというのは、あの、お手入れ問題っていうのがあると思いますけれども、加賀さん、これ、お手入れは？いい質問ですね。皆さん、毎回聞かれるんですけど、まあ、特にあの、こういったあの、まあ、7つ折りの芯のないタイプをお手入れするときに一番重要な問題になってくるのは、はい、まあ、あのネクタイがこう平たくなってこうべっちゃんこになると、まあ、それどうにかしてこう元に戻せないのかっていう、まあ、ご質問がありましてですね、ふっくらさせたいってことですよね。そうなんですよ。意外と簡単な方法があって、はい、今日ちょっとあの持ちしてないんですが、はい、まあ、一番リーズナブルに誰でもできる方法は、はい、まあ、俗にあの新聞紙をですね、はい、開いた新聞紙をくるくる丸めていただいて、はい、円錐形に三角錐していただいてここに入れちゃ う, っていう、なんか子供の頃よくやったようなやつですよね。こういう、はい、帽子みたいな、はい、でここまで入りますので、え、入るんですか、はい、これ手畳みなんで、はい、畳んでるだけなんで中に入っちゃ う, っていう優れもんな。普通のネクタイですとここに芯が入ってるんで入らないですもんね。で入ると入れていただいて、はい、まあ、最初心からも入りますので、はい、で上にハンカチもしくはシルクの布を置いていただいて、うんうん、ね、まあ、スチーム当て布をしていて、スチームを抑えるんじゃなくてスチームを当てるだけでもうかなりあの自然とふっくら復元されるので気分よく元に戻ると。なるほど。で証券の方は同じで細くしていただいたらここまで入りますんで、はあはあはあ、それだけでも全然あの違います、効果が。まあ、こういったことはあの私たまに2週間に1回とか、はい、やるだけで相当幸せな気分になると。いわゆるこの新聞紙をアイロン台の代わりみたいな形でやっていただく。まあ、俗あんこですよね。あんこですよね。はい、ああ、いや、それはでもなんか目から鱗の情報ですね。すごいありがたいですね。ちなみにでもこれ売り場でもやっぱこういうお手入れ方法とかそういった悩み事ってご相談される方、津田さん多いんですか？そうですね。一番多いのは保管方法ですね、はい、保管方法なんですが、まあ、一番理想的なのはこうやって折ったまま平置きしていただくのがいいんですけど、でもなかなかそんなねネクタイ専用の引き出しなんてなかなか持ってる方はいらっしゃらないですよね。そうですよね、うん、ですので、まあ、私はもうあの一番、まあ、簡単なこうやって吊り下げる感じで、あ、いわゆるバナに吊り下げるような形ですね。はい、そうですね。ちょっとこう伸びちゃうんじゃないかななんていうことも言われたりはするんですけれども、はい、まあ仕方なし、はい、そこはもうお手入れができますのでもし吊り場の方にご相談していただければいいかな、うん、はい、ここまではアットバンヌッチの、今シーズンのね商品の説明を、加賀さんからしていただきましたけれども、大事なお知らせが津田さん売り場からあるんですよね。はい、4月2日3日、アットバンヌッチのオーダー会をやります。加賀さんも来ていただいて、さまざまな生地から選んでいただいて、まあ、長さとか太さ、まあ、私もそうなんですけどちょっとあの既製品だと、短かったりするので、まあ、長か少し長めに作ったり、まあそうですね、あと普段セッテピエゲしてか取り扱いはないんですけど、まあ、こういった裏地のあるタイプなんかも作っていただけますので、まあ、加賀さんと相談しながら、まあ、楽しい時間を過ごせたらなと思いますので、ぜひお越しくださいませ。というわけで今回はアットバンヌッチのネクタイについてご紹介してまいりました。まあ、あの阪急メンズ東京のネクタイ売り場、非常にあのこだわりの、一品が多いです。ぜひね、あのこの機会に、ネクタイ、見に来ていただいて、まあね、ネクタイしないっていう時代かもしれないですけれども、だからこそあえてファッションでするというところは、大事なポイントだと思いますし、その中でね
たくさんある柄の中から、この1本というのをお選びいただけたらと思います。でさらに、まあ、こだわり大好きな方はね、4月2日3日のアットバヌチの、オーダー会でぜひご自身の1本というのもお作りいただきたいですし、まあ、ちょっとこの動画を見てね、少しネクタイチャレンジしようかなという方はぜひ売り場に来ていただければ、スタッフの津田さん、いますので、いろいろとこうお話ししていただきながら、ご自身の一本決めていただけたらと思います。本日は、加賀さん津田さんありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ売り場でお待ちしてます。